テレビ東京系列で昨日放送されたアニメ番組ポケットモンスターを見て病院に運ばれたのは685人、うち208人は入院していたことが分かりました。これらの子どもなどはポケットモンスターの中で画面が赤や青に激しく色が光ったシーンを見て引きつけや痙攣を起こしたとみられており、午後5時現在の自治省消防庁のまとめでは685人が病院に運ばれ、うち208人が入院、3人は重症です。また警視庁捜査一課はテレビ東京の関係者から事情を聞くなど情報の収集を始めています。全国の27都道府県で異常を訴え病院に運ばれたのはほとんどが小中学生。特に大阪市内では5歳の女の子が一時意識不明となった。ポケモンを見ていた600人以上の子どもたちを病院に運んだ映像とは一体どのような映像だったのか。子供たちがテレビで見た爆発シーンは番組後半に集中しており、ビッグトゥデイで調べたところ、爆発シーンで画面のほぼ全体が明るく光ったのは全部で5箇所であった。その爆発シーンはほとんどが速いスピードで赤色と青色の画面を交互に出すショーで、トータルで300回近く行われていた。爆発シーンの最も激しい箇所はおよそ6秒、最も短い箇所は1秒弱であった。現在のテレビアニメでは爆発シーンなどに透過法、パカパカなどと言われる手法が使われているという。子供たちが次々と倒れたという問題の爆発シーン、赤と青の画面で激しく発光するように作った画面を見た場合、人体への影響はどうなるのだろうか。専門家はこう分析する。今のところはそのどこの、それはなぜどういうのが引き金になって、何が本当の誘因なのかっていうことはこれは分かっていないし、なかなかその誘因を、ここの部分のこれが誘因だっていうことを科学的に解明するっていうのはすごく難しいんです。光の刺激、あるいはこう水面のきらめきとか、あるいはこう赤い光が点滅したり、そういう光の刺激を受けた時に痙攣状態が起きる、そういうことを繰り返すっていう病態のことを光過敏転換といったんですが、まあその可能性があるというふうに皆さんに、まあ病人の方には感じました。